wish me luck. イエーイ、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。今日はあれから作って折り鶴を、千羽鶴を作って見て、こんなになりました。268羽でございます。イエイエイエイ。今日もひたすら折るよ。このさ、目線のやつが欲しいよね。なぜか彼がなんか持ってて、でこんなタイミングでこの使うタイミングが来るなんて、こんなタイミングで使うとは全く夢にも思ってなかったんですけども、すごいいいタイミングだったので、この塩紙を今使って折ってます。でこれがでもね、あんまりもう数がないのですよね。なのでこいつをできる限りの方に使って、それから考えよう。ということで頑張ろう。あと2つと、あとどこだ、さっき私どこに迷子、これですね。イエー。さあ今からまたチャレンジが始まるわけですけども、今日私ね、ちょっと今犬の服をプロデュースをしてるんですけど、でちょっとね、久しぶりにミシンだってソーイングマシーンでね、ミシンで縫おうと思ったんですけども、なんとミシンがちょっと動かないという、大ピンチに陥っておりまして、と言いますのはずっとね、もう半年ぐらい、半年ちょうど半年ですね、キャンパーにずっと入れて置いておいたんですよ。で、その隣で私たち火を起こしたりなんかしていたので、その詳しい火を起こすということについてはちょっとまた後日、後日じゃない、また動画を作りたいと思うんですけども、だから小さく火を起こせるバイオライトっていうのがあるんですけども、それもね、ミシンの隣で火を起こして料理とかをしていたもんですから、この、ね、中まで多分すすですね、すす英語でなんて言うんだろうね、すす
まあ、いろいろホコリとかススが入ってちょっとなかなか硬いんですよ。超硬いんですよ、回すの。こんなにカチカチでになっちゃってね、もうこんなにカチカチになっちゃっても大変なんですけども、ということでちょっとオイルをね調達してこない。オイルどうだろうね、なお掃除をできる限りしたんですけども、彼はちょっとなんか分解するって言い出してるんで、ちょっとそれが怖いですけど、まあ動くようになっていただいたら本当にありがたいですよね。ということで今の近況報告、ツルを折らなきゃいけないんですけども、ちょっとそんな感じでいろいろ口を動かすではなく手を動かさないといけないっていうね感じなんですけども、あ、気づきましたこれね、そうなんです、見てこれね、ちょっと偉いことになってる。素敵でしょ、こんな感じ。今これで268話ですね。結構どうなんだろうね、こんな感じ。これね、千代紙についていたあのクリップ、クリップを使ってここにねついてたから、すごいでしょこれ使えるの。これクリップを使ってこいつでねちょっと止めて引っ掛けるようにしてみました。あとは糸で止めてます。さあ今から頑張るぞあと200いけるかね。今は時刻は出ました、12時を回っておりますね今日もね。今からここから結構集中していったらいけるんじゃないですか今日はねサタデーナイトでございますよ。夜は長いよ、これからだよ。一番盛り上がる時だよね多分ね。そして今彼はちょっと風邪気味なので、もうね眠りについております、うんね、ということでひたすら降ります。あのね、嬉しかったことがあってね、 YouTube をね上げてから結構ね、いろんな人から友達からメッセージもらったりとかコメントもらったりとかして、すごい久しぶりにこう連絡をこうなんか取り合う子がいて嬉しかったですね。なんかいいね YouTube ってね。なんか特に海外にでさ、時差も15時間よくわからん、まあ、時期によってまあでもあるからなかなかさ会えないのでね、それがやっぱりね嬉しかったな。なんか生存確認もなるし、なんかねいいよね。ということで、目指せ500は、ここ。すごい、ペラのメラメ。
しいの。全然前から厳しいかも。手ついたな。無事、無事、無事。